医院経営秘伝のタレ。医院経営秘伝のタレは名古屋で有名な医療法人雄桜会近藤歯科院長の近藤正嗣先生に医院経営のコツを根掘り葉掘りお聞きする音声ラジオです。皆さんこんにちは、株式会社丸の鎌形です。こんにちは、近藤歯科の近藤正嗣です。ということで、医院経営秘伝のタレ第14回始めていきたいと思います。今回のテーマが、開業して10年が経ちました。40代半ばに差し掛かって患者さんが安定してきました。これから先どのように医院を発展させていけばよろしいでしょうか、というテーマでお話をいただきたいなと思っております。じゃあ、例のごとくまだ近況からお聞きできたらなと思うんですけども、昨日のことなんですけど、はい、ここから車で40分ぐらいの場所にある昔から出張オペに行ってる医院さんにインプラントやりに行ってね。で、あそこは8時からやりたいというところだもんで、8時に行って、で2本インプラントして、で患者さんに最後説明して、でここに戻ってきて9時45分に患者さんと予約してあって、はい、そこからまたインプラント2本やってでそれがちょっとややこしいやつで、骨が分厚すぎて少し削らないと隙間がないってやつで、骨をたくさん削って、はい、なかなかハードなオペをして、終わったら11時半でしたけどいや先生、これ殺人的なスケジュールじゃないですかこんなね、年寄りでも夜遅くまで働いてるんで、はい、先生たちは9時ぐらいまで働いて、はい、ブーブー言っちゃダメよって話いやすごいっすね、それをこなす先生の胆力というか。あと今日の近況で面白かったのが、今日の昼ちょっと前ぐらいに、はい、うちの患者さんでインプラントをたくさんやってる方が一人、はい、患者さん親しい女性だと思うんだけど一人連れてきたのね、はい、でその人もインプラントやってほしいって人だったんですよ。で1本だけだったのかな、やる場所が、うん、でたまたま昼休みにいつもインプラント手術やってんですけど、うん、今日だけなぜか入ってなくて、でその人いたんで、だ今からやんねえよって言ってね、言ったら、あやるわみたいな風になって、で今日予定なかったんだけど一本インプラントしましたみたいな、そんなのがありましたんで、今日の昼休み昼寝ができるかなと思ったら結局インプラントしました。なんですかね、例えが全然思いつかないですけど、すごい身近ですね、インプラントが身近。そうですね、まあ普通の治療ですから。はあ、うん、そんな感じで。いやだからうちでやった人に連れてこられてるから、はい、サクッとできちゃうっていうふうに説明を受けてるわけね、その患者さんから。だからじゃあ私もサクッと行こうかと思ってきてるから、で院長に、はい、じゃあやっちゃえよって言われたら、もう2つ院長をやりますみたいな感じで。そうですね、なんか美容室で髪切りに行くような感覚ですね、今日行っとくか。そう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 、まあ今日だったらカラーリングもしとくかみたいなねいやすごいですね、カットだけじゃなくて、ね、カウンセリングの必要ないもんね、もう。そうですね、だってその連れてきた人がしてるから、カウンセリング。そうですね、まあ、これは雑談ですけど、ね、ありがとうございます。なんかすごい特殊な雑談を聞きました。じゃあ早速本題の方に移っていきたいなと思うんですけど、うんうん、また改めましてなんですが、開業してから10年経ちました。40代半ばに差し掛かり患者さんも安定してきました。これから先どのように医院を発展させていけばよろしいでしょうか。うん、まあ10年経ってそういうふうに考えてること自体がご立派ですよね。そこら辺で皆さんダラダラと過ごしてしまう人が多いので、うん、あまり勉強もしなくなり、うん、遊びの方を一生懸命やるとかね。あそういうことですね、ちょうど安定もしてきたわけですね。そうそうそう、あと子供の教育に目がいっちゃうとかね、はい、いろいろあると思うんですけど、私たちの仕事って一生勉強ですので、うん、やっぱりいろんなこと、新しい自分のできないことをできるようにするっていうのが一番大切でしょうね、はい、うん、だから自分は例えば矯正はできないとか、はい、自分はインプラントできないとかあったらできるようになればいいんじゃないですか、うん、っていうことですよね。ああ、できる範囲をまずは広げていこうと。そうそうそう、何でもできるようになるのが一番いいよね。やっぱり日本の歯科会ってスペシャリストの世界ではまだないので、はい、うん、ホームドクターが何でもできちゃうっていうのは患者さんは安心ですよね。そうですよね、うん、一人のかかりつけの先生が全部できるっていうのは、うん、いざとなったらスペシャリストをよく知っているという形が理想だと思いますね、うん、あ、先生ご自身もやっぱりその40代の時っていうのは常に自分のできることを増やしていこうって言ってやられてきたわけなんですか。40代は低迷してたからねあんまり。あ、そうなんですか。でもまあインプラントしてましたけど、どっちかっていうと現状維持してた感じですよね。だからそうなりがちな時期じゃないですかね。あ、ちょっと一息ついたみたいなね、廃業して。あ、そうなんですね。だから
我々にはね一息ついてる暇はないってことをまず知った方がいいですよね。一息ついてると、はい、どんどん追い越されちゃうんで、やっぱり常に泳いでないと下流に流されるみたいな、そういう意識を持っていないと、うん、やっぱり人並み以下になっていくわね。そういうことですね、うん、常にレースをしてるわけですね。あんまりね私他の先生たちと競争してるっていう意識はないですね。そうなんですね。ただできないことがあるのは嫌だし、知らないことがあるのが嫌だっていうのはあるんですよ、うん、だからこの年になってもいろいろ知りたいなとはいつも思ってますよね。うん、すごいですね。飽くなく探求心っていう。探求しないんだったらこんな仕事やめた方がいいよね。要するに心理の探求みたいなもんで科学だからね、うん、臨床もそうだと思いますよ。やっぱり理想を追求するためのいろんな手段をね、うん、何でも手に入れていくっていうことがすごく大切だと思います、うん、学校の先生みたいなこと言っとるね。いやいや、それはすごく大事なことですので。だからまあ勉強会があれば行った方がいいだろうし、ね、自分が昔学んだことでちょっと忘れてたことがあれば引っ張り出してもう一回やってみるのもいいでしょうね、うん、私が40代じゃなかった50代だったと思うけど、はい、マイクロスコープ買った時に、はい、今まで患者さんに申し訳ないことをしたと思いましたよね。こんなに見えずにやっとったんかみたいな。あ、もうそんなに段違いっていうか、そうですね、やっぱり、うん、根幹の数とかねはっきりわかるし、うん、要するに神経が何本あるかっていう話ね、3本しかないと思ったら4本ありましたと、そういうのでやっぱりミスることあるわけですよ、はい、あとマイクロスコープって皆さん根幹治療に使うもんだと思ってるかもしれないけど、うん、コンポジットレジンの充填とかにでも使うとすごく綺麗にできて後々変色とかしないので、もう絶対いいわけですね、そういうのを使った方が、うん、ただまあこれを全部保険でやってると割が合わないっていうかマイナスになっちゃうんで、ある程度の自費のチャージっていうのも考えていかないといけないんだけど、まずはその触れてみて自信がついたらそういうこともどんどんやっていけばいいと思うんですけどね、うんうん、でもそういう新しい技術にやっぱり触れることで全然今までとは違う発見があったわけですね。うん、そうね、特にマイクロスコープはそう思いましたね。あとは CT だよね、うん、やっぱり、まあ、CT はもう今なきゃ早く買った方がいいですよね。もう今だいぶ安いんだから昔より。真実を見るっていうマイクロスコープと一緒ですけど、なんか CT って言うとインプラントに使うんですか、うん、みたいなね。あと8番の致死の抜歯の時に使うんですかみたいなイメージかもしれないけど、うん、僕の場合はよく猫の治療ね、どこの猫が悪いんかということにすごく分かりやすいんでそれに使ったり、あと CT 買ってびっくりしたのが、上の大臼歯とか小臼歯ですけど、鼻の奥の副鼻腔にね副鼻腔炎を起こしているケースが普通のレントゲンだと分かんないんだけどめちゃくちゃ多いわけですよ。でそれは患者さんに見せるとすごいインパクトがあるわけね。 あなたもこれ骨突き破って突き抜けて鼻にまで行ってるよっていうと見せてね、患者さんも恐れをののくわけですよ ね、まあ、そうですよね。これは重大なことが起きている、うん、歯の大切さをそこでまた教えることにもなるし、そういう活用法も多々あるので、うん、保険点数もちゃんとありますから、本当に絶対ペイできるんで、うん、早く注文した方がいいですねなければ、うん、まあ、そういう設備投資にもどんどん挑戦していった方がいいということですね。そうそうそう、だから例えば車を買い替えるよりもマイクロスコープを買った方がよろしいよという話よね、うん、ちょっと前回のお話にも通じる話かもしれないですけど、この方患者さんが安定してきて、うん、ある程度収入源があるからそこに投資をした方がいいっていう感じですかね。でも当然そうだと思いますね。それを溜め込んで何するっていう年じゃないじゃん40代なんて。そうですね、うん、拡大再生産していかない。だから守りに入るのはもう全然入らなくていいから、うんうん、攻めるだけでいいですよ40代は体力もあるんだからね。そうですね、まだまだ先が長いわけですもんね、うん、あとやっぱり健康に気をつけた方がいいですよね40代は。要するに中年真っ盛りになっていくわけだ。健康に対するちゃんとした知識、そして守る技術、一応歯科医師って医師がついてんだからそれぐらいは知らないと、うん、そういうことを自分自身に教えることによって、はい、患者さんの有病者に対する、ね、認識も高まるでしょ。だから内科的な知識とかそういうのは豊富に知って、うん、それを自分の健康にも役立てるということを40代はもうしないとね、もう手遅れになってしまいますよね。そこですごいメタボになっちゃったりしたら、うん、確かにそうですよね。一番変化が出てくるんですかね。下り坂になりますかね全てがね、うん、なんか先生がその時に意識してたこととかあるんですか。食べ物に気をつけることと多少は運動しなきゃいけないなってことは気をつけたような気がしますけど、やっぱりもともとまだ40代元気だから。そうですね、うん、だけど本当にそこが大事なとこで、好きなものばっかり食ってちゃダメよね。毎日ラーメン食ってたらダメだよって話ですよね、うんうんうん、そうですよね。あと酒を飲む人だったらやっぱり毎日必ず酒を大量に飲むって絶対、はい、そろそろそれぐらいの年になったら考えていかないと、うん、後で50代になった頃に発病してきますよね、うん、いろんなのが、うん、健康が大事ですよね、うん、そうそう、だから
勉強もしなきゃいけないけど、自分が生きてなきゃ勉強もできないわけだから、自分の肉体を最大限に活用するにはそれぐらいからちゃんと気をつけてないと、うん、60代になった時に、うん、僕みたいに夜遅くまで診療できないよって話ですよ。先生元気そうね、本当に。でもそれも積み重ねがあってこその今元気にやれるっていうことがあるわけですよね。そうですね。それと簡単に物事が済むようになってくるんだよね、だんだん。だエネルギーが少なくても治療ができるようになってくるから、はい、技術的にこうある程度のレベルになるとね、うん、それはだから常に勉強していかないとそういうふうにならない。いつも勉強して合理的な治療法をね、自分自身で実践していくと、はい、短時間でハイクオリティな治療が大量生産できるようになるよ、ね、あ、やっぱり先生の実感値としても全然違うんですか、その40代の頃に行っている治療っていうか、まあ同じことをするにしても多分それは今のが絶対早くてうまいと思うけどね、年寄りだけど、その分の熟練度が、そうそうそう、ね、ただまあそれは悪い姿勢で何かやるとかね、はい、抜きにくい方、腰が痛いのを我慢して抜くとか、そういうのはやっぱり若い時の方が元気だと思いますけど、うん、でも今ぐらいが最後のあがきで、あとは落ちていく一方でしょう。我々は目も見えんくなるし、うん、指も自由に動かんくなってくるでしょうから。ただ意外と年寄りはね元気なんだよね。だから近所の先生が60だからって言ってすぐやめんよ、はいはい、だからそいつらが弱るのを待ってたらダメで、はいはい、自分からやっぱりそこの辺の上を行くようなね、うん、たくさんの患者さん見てますから、うん、年配の先生はやっぱり仕事も早いし、うん、うまいわけですよね、それなりに、はい、そういうのと戦っていかないといけないから、うん、よっぽど勉強しないといけないと思います。そうですよね。まあ、傍から見てもどうなんですかね、多分この方も70代かな80代かなっていう方でもバリバリ現役でやってますっていう方もいらっしゃいますもんね。そうですね、まあ、仕事が好きな人はやってるでしょ、いつまでも。そうですよね。体が動けばね。そうですよね。ありがとうございます。じゃあちょっと今までのお話をまとめますと、働き盛りの方がこれからどのように発展させていけばいいかっていうところでいくと、自分のできることをまず増やしていこうっていうところと、あとは設備投資ですね、うん、新しい技術、こういったものを積極的に取り入れていった方がいいよというようなところと、あとは40代からの健康ですね、ここを意識していきましょうっていうところ。このテーマで他に何か言い足りないことですとか、うん、設備投資の中でね、例えば CT とかそういうの以外に滅菌とかそういうのもちゃんとやった方がよくて、あ、うちはクラス B のオートクレーブをいつ導入したんかな、はい、17、18年前だと思いますけど、まあ、それまでそんな言葉すら知らんかったけどね、うん、はい、いつの間にか僕はクラス B のオートクレーブを売りたいメーカーの手先になって全国で講演してたこともあるんですけど、はい、いや別に手先になりたく買ったわけじゃないですよ、はい、そういうメーカーが僕を呼んで、うん、でその必要性を説明っていうか、うん、いろんな委員経営のご集会の中でうちはこういうの入れてて、うん、それが常識ですよみたいな話をしてたわけですよ、当時、はい、まだ普及してない頃に、うん、でめちゃくちゃ売れるわけですよ、僕が話すと。それは機会がだからもう本当に札幌から福岡まで行きました、はい、私ものすごいトップ営業マンだった。そう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 、そういうことね、うん、いやでもこの滅菌もちょっと何回かと忘れしちゃいましたけど、多分6回か7回かぐらいで先生が語っていただいて、そのメリットみたいなこともそうそう語っていただいていると思いますので、うん、だから、ね、今普通のでやってる人もね、やっぱり一歩前進した方がね、必ず患者さんにそれを打ち出していくっていうか、アピールする大きな武器になっているんですよ、実は。うん、これ採用にもつながるっていうお話が確かあったかと思いますので。あ、そういう話したね、はい、ちょっと遡って聞いていただければと思います。そういった設備投資も大事だということですね。皆さんお金いりますけれども、銀行はまだ貸してくれると思います、先生方は、はい、先が長いからね、40代だったら、うん、そうですね、うん、まあ、借金してでも絶対ある程度の設備投資はした方がいいと思います、うん、ぜひその発展につなげていただければと思います。頑張ってください、はい、では本日はこのぐらいにさせていただきますので、先生ありがとうございました。はい、ありがとうございました。今回の音声はいかがでしたか。この音声ラジオは不定期で配信しております。次回の配信をお楽しみに。